戦争をなくす方法、そして平和とは。知ってますか？僕ら今現在生きてるだけで戦争犯罪人です。私もあなた、まあ多くの人が言ってることは分かんないでしょう。この世界の仕組みをよくよく砕いて調べていけば、こんなに難しい話じゃないんです。この世界の経済って破壊を繰り返すことでしか成長できない仕組みになっています。そしてを支えるためのツールがお金です。僕らは日々お金を使います。ここで言うお金は純法定通貨です。日本の場合、株式銀行日本銀行が、株式会社日本銀行がお金を発行します。 45% が民間収支の株式会社です。 55% は政府。海外の場合はほとんど 100% が一般からの株式で運営されています。どんな人が出資者ですかね。銀行の出資ですかね。銀行を作る出資ですからね。想像してみてください。調べれば出てきますよ。そして株式会社ということはもちろん配当があります。僕らが一生懸命お金を使うと一部の人にお金が入ってくるんです。そして世界中の銀行の 99% が関わ 99% に関わっているという、大きな一族もいるんですよ。武器商人で有名な方々ですよね。知ってますか？僕らお金を使えば使うほど戦争に加担してるんです。知ってますか？お金の存在が全ての現状なんです。知ってますか？お金がなければ悲しい涙は流れません。平和、目の前に見える表層だけの言葉です。戦争、なくすのは簡単です。まもなくシンギュラリティが起こるでしょう。技術的得意点ですね。急激に社会が変化してきました。特にここ1年、もっと言えばこの3ヶ月、一晩寝るたびに社会が変化していく、歴史が変わっていく、そんなことを日々感じます。このスピード感はもっともっと加速するでしょう。
シンギュラリティに向かって。でも技術は発展してきます。じゃあ人間はどうか。人間の考え方も今大きく変化しようとしている時だと思います。お金、みんなお金に縛られてませんか？お金を稼ぐために生きてませんか？何のために生きてるんですか？私はお金のない世界を作るために生きてます。